こんにちは、アンリッシュフレンズのマリンです。今回はマリンの1日を紹介していこうと思います。マリンは超未熟児で生まれて、生後14日目に突発性死になり、単調症候群、高カロリー輸液での生活をしています。ですが今は夕方から朝までの点滴です。それによって今年の4月から幼稚園に少しずつ通うことができています。ちょっとずつのお店になるかもしれませんが、マリンが新しい生活をしている動画がお届けできればなと思っておりますので、楽しみにご覧ください。おはようございます。おはようございます。今ね、起きました。ちょっともうお手手につけてたシーネは外しちゃったんですけど、いっぱい寝ましたか？はい。はい、まだベッド、うわ、ちょっとなんかごちゃごちゃしてるけど、ベッドの上です。まだね、点滴がつながって。これからね、ちょっとベッドの上でゆっくりして、リビングの方に移動します。おはようございます。今日はゆっくりだったので、もうここでロックする時間が来たので、点滴をここでロックします。ベッドのね、いつもはリビングとかでもするんですが、今日はここでやっちゃいます。物品はこんな感じです。ではまず何、これはアンテベート。まずマリンちゃんのマリンの根元の方を止めます。で本体を止めます。でまずロックします。ママは手でフラッシュする。はい、で吹き吹きします。はい、止め忘れた。はい、でここを入れて、この点滴内のフラッシュとか血が入ってたら固まって流れにくくなるので、毎日ロックするときにこうやって流してます。で、これでもう終わりです。あとはここのガーゼを取って、はい。アンテベートはね、胸に、うん、塗ろうね。うん、うん。そう、これかゆみ止めですね。で、これは OK。で、マリンちゃんがお胸がかゆいというので、ね、塗りましょうね。じゃあロックの模様はここまでです。マリンは幼稚園に行くようになって、一番の成果ははっきり言葉が喋れるようになったところだと思います。今まで喋るのも遅く、周りに同じような人たちばっかりだったので、はっきり伝えるということがなかったのですが、幼稚園に行ったらいっぱいおしゃべりできるお友達がたくさんいるので、自分も喋らなきゃ伝わらないということが分かったり、あとは自分の性格を表に出したりして、クラスのみんなと楽しんでいるようなので、なんか嬉しいなと日々思っております。マリンが幼稚園に行っている間は、家の掃除や洗濯、ご飯の準備とかをしたり、ストックを作ったり、今までできてないところの掃除をしたりして過ごしています。あとは自分の体のメンテナンスで整体や針とかに行ったりしています。今までマリンが在宅になって3年、4年目になりますが、やっと自分の体も少しいたわるような時間を使えることが喜びではあります。ニコニコで帰ってきました。楽しいですね。楽しかったでした。はい、よかった。
レベスティブは腸の中の上毛というところの動きを活性化させるために毎日ある一定の時間に皮下注射をしていきます。毎日同じ場所に打てないので、腕、お腹、太もも、なんかお尻にしてる子もいるみたいなんですが、うちは腕とお腹と太ももに毎日どこかに注射をしています。今から点滴を再開していきます。訪問看護の方が来てくれて、お風呂に入って綺麗な状態です。はい。で、点滴を再開して、栄養を、痛い、当たってたからね、栄養を今から入れます。はい、触らないでください。こうやってつないで、後ろの上のクレーン目を外して、ここから外して、周りもしてみる。ここ当たんないようにしたら、これで点滴の再開が終わりです。これでね、家の中をうろうろします。はい、おいしいですか？こうやって好きなものを食べています。ごくんする時もあれば、咀嚼してエキスだけ吸って出しています。でもそれでもマリンにとっては大事な大事な食事の時間です。イエーイ、めっちゃイエーイ。チューイング行為というのは、単調症や腸疾患の子どもたちにはよくある行動だと思います。マリンの場合は味覚刺激のためにチューイングを行っております。チューイングを行いながら、少しずつ食道や胃の方に入って、少しでも食べるものから栄養吸収できるように、ご飯を食べる行為を促しているという感じですかね。今から寝ます。腕には点滴の抜去防止のためにシーネをつけてます。はい。これでね、寝てる時もかきむしりがないので安心です。じゃあマリちゃん、そのままゴロンしてください。じゃあおやすみなさーい。